申し訳ない、皆さんにも本当に。でもすごい抽選会楽しくて楽しくて楽しくて会えたことも嬉しかったし、そうすごい楽しかった、ありがとう。うん、私ね、私が私のくじをたくさんね、本当に手を入れた時、このくじの、ね、手を入れた時にたくさんカードが入ってて、こんなに他の選んだものとか作ったものを欲しいって思ってくださる方がいてくれることがすごい嬉しくて、引きながら、あ、嬉しいなってすごい思ってて、そうなので、でもその分やっぱり当たらなかったって方は多分たくさんいらっしゃると思うのは本当にね申し訳ないけど、すごく、うん、感謝、そこも感謝してるし、うん、ありがとうって欲しいと思ってくれて、またね、そう、当たらなかったけど楽しかったよ、ありがとう。もーちゃんに一瞬睨まれたような気がして、睨んでない睨んでない、ごめん、もしかしたら私目が見えなくてさ、なんかコンタクトはしてるんですけど、なんかよく目を細めちゃう癖があって、それかもしれん、ごめんね、本当にね睨んでないよ、ごめんね。はい、福ちゃん、タワー、ありがとう。あとちなみに福ちゃん、お洋服のプレゼントも届きましたすごい可愛い大人っぽいお洋服だなってすごい思って、またぜひ皆さんの前でもたくさん着ようと思ってるので、ありがとう。お祝いも本当にいっぱいしてくれて、ずっと見守ってってくれてありがとう。最後キモモさんが並ぶとうん、そうね、そろそろそのお話もしていこうと、その話って何、うん、選抜おめでとう、ありがとう。そうね、そう、抽選会もすごい楽しかったよってでもなんかその後の配信は、配信のことは、まあ、本当に、本当になんか急遽だったから、何かバレンタインの配信の最後になんかちょこっとお知らせがあるのかなって思ってて、そう、うん、思ってたのが全部、しかもなんか台本もしっかり来てて、どういう内容のバレンタインデーのやつをやるかっていう内容の台本もあったから、なんかまさかそれ全くしないって本当に心のね、心からはそう思ってなくて、うん、そうね、けどなんか文字列準備してなんかファンの皆さんのコメントから選ぶみたいな感じだったですよ。だから、あー、私文字列選ばれないと言いたいとか思ってて、うん、本当にそれを信じきってたって、うん、本当にそうだと思ってた、あんまり怪しんでもいなかったんですね。そう、うん、でもう急遽だったから、ま、な、全くないってことはないのかもなって、うん、思ってて、かんずさん、くまちゃとはありがとう、くまありがとう、ずっと応援してくれとって、いっぱい見守ってくれてありがとう。またね、するね、お礼、台本にあったから席に座ってってスタッフさんに言われた時びっくりしてるの。そうですね、うん、なんかその会場っていうか、その行ったらファンの皆さんが座ってたとこ、座席、先輩とおめでとう、明日仕事で会えなくなっちゃう、あ、そっか、でもすごいね、でも仕方ないことけど、また会いたいな
ありがとう、お仕事なのにこうやって今こう駆けつけてきてくれて、うん。そう、なんか本当になんかもう早くお気持ちを言ってよってみんな思ってるかもしれないけど、なんか本当に追いついてなくて、なんか順序でなんか言っていかないと私もなんか難しくて、そう、なんか徐々に話していくね。高めつい回線ありがとう。そう、そうね、席に座って席に座ってなんか離れてるなみたいな、なんか一個同士っていうのはあれ感染予防だと思うんですけど、なんか席に座って何するんやろうって思ってて、たらもう早速佐竹さんがこれは嘘企画っていうかそのドッキリだったってことを言った瞬間にいろんなことがポンポン出てきて、なんかなんかあ、もしかしたらその私が思ったのは時期的に5周年なやつなのかなとか、なんかすごいモニターを見てたら今までの先輩方のオーディションのとことか私たちのオーディションとか今までの思い出っていうか思い出やってきたことがあって、だからなんかまさか3期生募集みたいな感じとかも思ったんですけど、だから本当にね選抜発表があるとは1ミリも思ってなくて、ピーちゃんタワーありがとう。ピーちゃんはいつもももかのこと可愛いって言ってくれるからすごくね自信がいつももらってます、見るたびにツイートありがとう。はい、リーチさん今日はね前で私のことをずっと抽選会の時見ててくれてありがとう、うちわの裏がもう何もなかったからもう桃だけだよって思って嬉しかったのでずっと桃愛でいてください、ありがとうリーチさん、会おうねまた。それでそれで、本当に何から言えばいいか分かんない難しいな、なんか本当にいつもは結構まあそうね裏も見てる、あ、なんかね理性ももかってやったら出てくるんよ、そう、そういうことか裏って、それで明日のお話かよろしくね。そう、シングルが発表された時にシングル発表っていうのが あってダンって出てそれが発表で終わりなのかなって、今のところはそういう発表とかは選抜発表とかはないのかなって思ってこうあれだったんですけど、まさか発表まであったから、しかもなんかオンライン今までね6枚目シングルの時と7枚目シングルの時はその選抜だったんですけど全部オンラインでやってて、しかもなんかオンラインなんかみんなで集められるオンラインのミーティングというかそのなんかオンラインでやるみんなで集まるのってないから普段だからみんな大体ね発表があるのかなって心構えがあるというかなんかその準備、心構えって言わないか心の準備が今まではあったんですけど、
もう全然ないまま始まっちゃって、名前がだんだん呼ばれ、あ、そう、もーちゃんたちがもない、ごめんね、もーちゃんファンの皆さんへの配信じゃなくて、私たちだけが集まったZoom とかで集まっていつも発表があったのね、今まで。でその発表の瞬間はファンの皆さんは、今まで私の経験ではファンの皆さんの前で発表ではなかったから、し、私も今日発表されるなんて一切思ってなかったから、なんかもうなんかいろいろな名前が、いろいろな名前、みんなの名前が呼ばれていきながら、なんか心の整理がつかないままだんだん名前が呼ばれて、そう、うん、でも本当に本当に自信がなくて、うん、なんか前回選抜に入れたから今回入れるとかも絶対思ってなかったし、本当に思ってなくて、でも名前が呼ばれた時は本当に嬉しくて嬉しくて、もちろん自信がないとはいえ、目指してた場所というか、その選抜入りを絶対釣りもしたいっていうのはみんなにも言ってたし、その目指してるんだけど正直自信はなくて、うん、呼ばれた時は、うん、なんかそう、いつも言ってるけど、いつも言ってるけど頭の中が真っ白になったけど、その嬉しさで涙も出てきて、その呼ばれる前は、呼ばれる前というか、みんなの名前がだんだん呼ばれている時は私は何もどうしよう、呼ばれる自信はないけど、でも呼ばれなかったらどうしようってやっぱ思っちゃうから、うん、自信はないけどやっぱ目指してた場所には行きたいなって思って、すごい涙目だったんですね。でも呼ばれた時はもう本当に嬉しくて涙が出てきて、もう本当になんかいろいろな気持ちとかあんまりまだまとめた言葉は言えないけど、言えないし、今も話し方めちゃくちゃ下手くそだと思うんですけど、もーちゃん冷静、もうね、なんかわーってなるタイプではなくて、逆に一番驚いた時って静かというか、なんか頭が真っ白になるから感情があんまり出てこないっていうか、なんか感情っていうか、その顔とかに出てこないというかピコン、あ、読むね、後で。そう、ごめん、今はその言葉をまとめるのは難しいけど、でもこうやって私がまたこう選ばさせていただけたことって本当に自分だけの力じゃないし、もう本当に皆さんが支えてくれたりとか、みんなが応援してくれたことが本当にすごい、そのおかげだと私は本当に心から思ってるので、今はまとめたことは言えなくても心の底から嬉しいってことはもう皆さんにね伝えたいし、みんなのこと本当に感謝している、みんなのおかげだなってすごく思うからうん思うよなんか喋り方が下手くそになっちゃったな。うん、本当にね、分かんなかった、本当に何も思ってなかったから、なんか、うん、呼ばれた後も、うん、多分私は顔が引きつってたんじゃないかなって思うけど、本当に顔にはもしかしたら驚きで出てなかったかもしれないけど、本当に嬉しくて嬉しくて、うん、なんか本当に嬉しくて足がずっと震えててうん、で今日は嬉しいが渋滞する、そうですね、しかも5周年のコンサートを広島グリーンアリーナさんで、
そのさせて開催させていただけることが本当にすごい、こんな大きいところでやらせていただけるの本当にファンの皆さんのおかげでいつも支えてくれてるから、だからもうめっちゃ楽しいコンサートにしたいし、なんかこういうみんなにね本当に感謝っていうのはもうここもう本当にもうすっごいぐらいの感謝だから、すごいすごい嬉しい感謝だから、その感謝をあの私の気持ちも伝えていきたいし、あのその気持ちをねもっともっとだし、もっと頑張ってもっと頑張ってみんなにその恩返しじゃないけどその感謝の気持ちを返したいっていうか、うん、本当にいろいろ支えていただいて、うん、なんかその気持ちも伝えたいし行動でも返したいっていうのがあるので、みんなにもっと伝えたい伝えたい、うん、私今話しながらも震えてるぐらいまだなんか信じれないし、なんかまだうん、でも今回入って入ったから、まあなんか入ってもっと頑張りたいっていうか、その私は上を見て上を見てっていうか、うん、この目標は達成してすごい大きい目標を達成できてすごく嬉しいし、ここからまたもっと頑張ってもっともっと私がなんだろう STU48 のメンバーとして、うん、なんかいなきゃいけない存在になれるように、なんか STU48 にはももちゃんがいないといけないよねって言ってもらえるようにこれからも頑張りたいから、その頑張りを頑張りで皆さんに感謝を返したいってすごく思ってます。私今はまだ選抜に入って私は正直まだここにいていいのかなとか思っちゃう分も、まあ、正直に言えばありまして、すごくすごくあるのね。前も言ってたし前回もそうで、自分が本当にここにいていいのかっていうのが分からなくて、でもがむしゃらに頑張ろうと思って頑張ってきて、今回もその頑張りが認めてもらえてすごく嬉しくて、でも私の中ではまだここにいていいとはあまり思えてないので、なんかもっとそれを自分自身でも、うん、もっと自信が持てるように、うん、そうね、言葉がまとまってないからまだうまくは言えないんですけど、うん、そうね、なんかここで満足なって言ったら、ここで私はもういいんだって思うんじゃなくて、私がここにいて自信が持てるようにと頑張りたいっていうか、ごめんね下手くそで、すごい言葉の表現も文章も下手くそで気持ちを伝えることが苦手なんですけど、うん、自分自身だまだまだだと本当に思ってて、そうすごい私がここにいて認めてもらえるようにみんなに
あの、うん、選抜に入らさせていただいたことを認めてもらえる、うんうん、ってようにな行動でいっぱい表したいというか、うんうん、まだまだ努力正直足りないって思ってて、だからまだうまく自信がつかないのかなって思う部分もあるし、うん、やっぱまあ数字的なこととかもいろいろあるし、あの、あるので、許せ、もっと頑張りたいな頑張りたいなって、うん、ですね。いろんなことにも挑戦していきたいし、うん、私はまだ努力が自分自身足りないって思うところばっかりだから、うん、その自分が満足できる限界まで努力を怠らずに、皆さんへの感謝を何としてでも絶対忘れない。もう私がアイドルを卒業する日までは、日までというか卒業してからも、というか私が生きてる時は皆さんへの感謝の気持ちはもう満開で満開じゃない、全力でその、うん、その行動で表していきたいと思います、感謝の気持ちを。ありがとう。ちょっとコメントあんまりね、あの読めてないと思うんですけど、今日全部見てるのでありがとう本当に、うん、私が生きてる間はずっと、まあ多分私が、うん、生きてる間っていう、うん、私が私である時はまでは、もう難しいな、本当に、うん、生きている間というか、うん、ずっと、まあずっとって意味ですごめんなさい言葉が下手で、一生って意味です。あ、そのアイドル、今後私がおばあちゃんになってもこの感謝だけは忘れませんって、こう言えばいいんだね。そう、ちょっと文章力下手くそすぎて申し訳ないんですけど、私がおばあちゃんになってもずっとみんなのことが大好きだし、ずっとこの時の感謝は絶対忘れないので、うん、孫にも伝えてない。そうね、ちょっと早いけどだいぶ気が早いんですけど、うん、伝わってるよって、ありがとう。そうですね、将来孫にアイドルだったことを自慢して、私はこんなに素敵なファンの方に恵まれてたんだよっていう間言おうと思いますそう、まずは子供にお願いします。そもそもいるか分かりませんがはい、いた時は自慢しまくろうと思います、うん、気が早すぎるよねどうしてこうなったんだ、私がおばあちゃんまでとか言ったからかうん、うん、ありがとう あとピコン、うん、ジェイタンさんありがとう、チョコホンデュタワーありがとう
本当にね、いっぱい最近好きとかわいいかわいいって言ってくれるよね、かわいいって言ってくれて会えたりして、これからももっと思い出を作っていきたいです。ありがとう。もーちゃん昨日から子供の話が多いのかなんでだろうな配信見てたらやっと気持ちが落ち着いててありがとう。台湾からのファンです、ありがとうございます、ありがとう。もう思い出、もう思い出。今日もちゃん寝れないと夜更かしって言ってじゃん、ほんとよ。もうなんかさ、お腹も空いてなくて、あまりの驚きに、実は全然お腹空いてなくてそうなんか、うん、いっぱいいっぱいで、ほんとに明日お話し会で話せるの楽しみにしてます。みゆさん加わっちゃった、ありがとうすごい、配信にもね来てくれたりとか、メール返信とかもありがとう。いつもまた笑顔が見たいみゆさんも見守ってくれてありがとう。みゆさんありがたまです、本当に選抜おめでとうって、ありがとう、見守ってくれて嬉しいです、本当に早く寝ないとって、そうね、明日いっぱい話すためには早く寝ないといけないのに、早く寝れる気がしないのはなんでだろうみんなのおかげかなトライアングルセンターってなんかすごい、うん、私もすごいびっくりしました、なんか、うん、びっくりした すごいよね、でも新しくてすごいいいなって思って、うん、別のフォーメーションだったりするのかな。私も本当にあのみんなと同じ瞬間に知ったから、どういう曲なのか、どういう服なのかとか、どういう MV なのかとか、本当に何も、まあ、本当に知ってる情報は皆さんと一緒で、うん、だからねえ、うん、うん、それも含めて楽しみですね、すごい、どういう感じにね、フォーメーションとか3人がの先輩方が、あのセンターっていうのはどういう風になるのかなって、すごい楽しみでいっぱいですうん、すごいね。あ、マイキューさん楽した。配信の後は結構すぐバスが来て、結構お話はできなかったんですけど、その配信の前とかに、あの多分会場に来てくださってた方はわかるかなって思うんですけど、いっぱい仲良く話しかけてくださって、うん、そうなんだけど、その配信の後は話せなかったので、すごい、また釣り合った時におめでとうございますって伝えようと思います。あ、ピコンありがとう。マピアノのピーさん、クワちゃとはありがとう。今日はね、気づいたんだよ今日来てくれてたよねすごく嬉しくて、そう、嬉しかったの、はい、こう、うちは思ってももかの方を見てくれてたことが嬉しかったよ、ありがとう。いつもね、めちゃくちゃ笑顔で明るく話してくれるところが好きです、ありがとう
それであのピコンを教えてくださったこともありがとう。気づいてくれてありがとう。うん、もちろんまた近くでも会いたいね。うん、配信でもマイトンさんと2人で一緒に仲良くしてなんか映ってた。あ、そうなの、うれしい、うれしい。よくももたんのうちは持ったな今日。あの一緒に持ってくれた。ありがとう、ありがとうございます。あ、ももかろう侍さん、ありがとう。ありがとうございます。このなんて言ったらあのエフェクト参考ありがとう。ももかろう侍さんありがとう、ありがとうございます。本当にエフェクト可愛いねって、ありがとう。改めておめでとう、ありがとうございます。本当にすごいね、こんなに、うん、あの選抜入ったことを喜んで、その最初も言ったけど喜んでくれる皆さんがいることがすごく嬉しい、嬉しい、本当にありがとうございます。本当にエフェクトのスクショが止まらない。そうでね、発表が、あの、終わって、私もポカンって、まだ終わってからもうしてたんですけど、その時に、やんちゃんが手を握ってくれたので、すごく嬉しかった。嬉しかった、すごいあったかかった。ありがとう。あ、としさんエフェクトありがとう。皆さん本当にギフトもいっぱいありがとう。ギタさんありがとう、モモレンジャーさんありがとう、パーさんありがとう、コジコジさんありがとう、キクちゃんありがとう、ドラガンさんありがとう、ヤマさんありがとう、クマさんことユキさんありがとう、エイトさんありがとう、タキシード仮面さんありがとう、ヨスケさんありがとう。そう、私ヤンちゃんのお名前が呼ばれた時にのツリーに呼んでいただいたので、そうサーヤンと隣で、私が結構何頭に追いついてなくて、いろんな感情じゃないけど、なんて言ったらいいんだろう、なんか頭の整理がついてないことを多分ヤンちゃんは察してくれたのかな、私の表情を見て。すごいあったかかったです。こんばんは、こんばんは。選抜おめでとう、ありがとうございます。サーヤンは優しいお姉さんだね。そうだね。
おめでとう、ありがとう。うん、私的な思い出が増えたわけね。わけだね。そうですね。皆さんのおかげです。本当に本当にみんなのおかげ。チャンネルと共に頑張って、頑張ります。うん、でもすごいオンラインだったから、本当に今回初めて、なんだろう、みんなの前でみんなと一緒に発表っていうのはすごいねえ、うん、初めてだったから本当に、うん、ドキドキ、うん、ドキドキだし、不安とかいろいろあったけど、うん、ちょっと混乱しちゃったかも、呼ばれちゃった時は。ありがとう、でも本当に嬉しい、嬉しいって気持ちをとにかくみんなに伝えたい。今日これからも、今日の配信も楽しみだ。楽しみだ。いろんな思いがあるよ。うん、51分。お、ありがとう、教えてくれて。2ヶ月があっという間に来そう。そうですね、早くて、私も、うん、これからも気を抜かずに、何事も一生懸命に、感謝を忘れずに、楽しむことを忘れずに頑張ろうと思います。前向きにね。うん、それに5周年もまた四国のみんなで踊れたらいいな。そうね、すごい、いつもは6人とかで踊ってるから、またああいうさ、ユニットごとに。なんか外あれか、自転車の音だ。ブレーキのびっくりしちゃった。そう、あのすごいね、また番号って懐かしい。もう1年、まだ1年経ってないけどぐらい前なんだね。そここの間のように感じちゃうけど、うん、そう、また頑張っていくので、成長するして頑張る桃花の姿を見守ってくださると嬉しいです。うん、これからもね、みんなへの大好きな気持ちが毎日積もっていくと思うので、その気持ちもずっと伝えさせてください。こやつ何回も大好きって言ってるよって思うかもしれないけど、あ、こやつって私ね、うん、けど本当にそれくらい伝えたい、言葉に出したいぐらい毎日積もっていってるので。そう。うん、その言葉も信じてくださると嬉しいです。こやつって私のことね、私自身のことをこやつって呼んじゃった。うん、どこまでもついていくよ、ありがとう。チミとかこやつとか、そう、私いろいろ作っちゃうとか呼び方がいろいろあってね。お主まさかとかでもよく言うかもしれない。一生昔です、本当に今日来てくれてありがとうね。モモ T シャツ、うん、こやつ押せるぞ。まだまだね、足りないところいっぱいあると思うんですけど、うん、あると思います。でも
温かく見守ってくださると嬉しい。一生こやつ推しでやった。え、こやつってあんまり言わないの？結構言ってる感あるのに。うん、多分言ってる。配信では言ってるのかな、どうやろう。うん、うぬかわいい。アニメに出てきそうですね。うぬってあるくない、たまにアニメと。イルマくんであったな。うん、まだまだだけど一生懸命頑張るので本当に、うん、もっとみんなともっともっと楽しい思い出を、楽しい思い出だし、また悔しい思いをする時も絶対あると思う、これから、うん、絶対あると思うから、それも一緒に乗り越えて一緒に進んでいけたらいいと思います、いいなと思います。うん、すっごい声聞こえる。うん、うん、お主おしまする。ありがとう、こやつついてめちゃめちゃ可愛いね、ありがとうございます、うん、あの今回初めて高いツインテをしました。嬉しいです。うん、一緒に頑張ろう、うん、みんなと一緒なら、うん、なんだろう、頑張ろうって思えるっていうか、みんながいるから頑張れるか、頑張れるです。うん、やっぱり一人だったらもっとなんか、うん、ネガティブになっちゃうこととか諦めかけちゃうこととかいろいろあると思うんですけど、もう今までもみんながいたからもっと頑張ろうと思えるし、これからもみんながいるから頑張ろうと思います。抽選回収で買いすぎて声出ちゃった。ほんまにありがとう。1年前は惜しくて悔しくて悔しくてだったけど、2020年いいスタートです。頑張ります。気を引き締めて私らしくね、頑張ります。僕なりに頑張って応援するからよろしくね。うん。ありがとう。57分。ありがとう。なんか本当に急な配信でこう急に語っちゃって申し訳ないです。本当にありがとうございます、聞いてくれて。13位のゆきあきたさん、ありがとう。先発おめでとう。釣りは直接お話しかけるかな。絶対に2022年は会えます、会えますし会いに行きます、頑張ります。そのためにも12のタオさん、ありがとう。選抜おめでとうございます、これからも頑張ってね。ありがとう、これからも一番モモを好きでいてそれで見守ってください。ありがとう。11のカンズさん、ありがとう。10位のドラゴンさん、ありがとう。選抜おめでとう、可愛くて努力家のモちゃん大好き、モカも大好きです、ありがとう。9のリッチさん、ありがとう。ももこ組モモついていきます、どこまでもずっとだよ。うちわの裏側はずっと白紙で。ありがとう。8位のみゆさん、ありがとう。私にとってもーちゃんは必要な存在です。みゆさんの必要な存在になれたことが心から嬉しいです、ありがとう。またよかったら話そうね。7位のスタジオひょくちゃん、ありがとう。ももこ組選抜おめでとう、いつもあったかく見守ってくれて応援のメッセージもいつもありがとう。6位のマピアノのピーさん、ありがとう。ももこ組選抜おめでとう、大好き大好き、ありがとう。5位のゼータンさん、ありがとう。選抜おめでとう、ももちゃんしか好き。ももちゃんしかで、これからもいっぱいね話していこうな。4位のヤマさん、ありがとう。選抜おめでとう、これからも一歩ずつ一緒に進んでいこうね、うん、一緒に。ありがとうヤマさん。3位のももから侍さん、ありがとう。ももっこ見守りたい、ずっと見守っててくれてありがとう、すごい感謝してます。2位のピーちゃん、ありがとう。ももっこ組、あ、書いてくれて本当に頑張ったねって、嬉しい、ありがとうピーちゃん。1位のトシさん、ありがとう。こやつ選抜おめでとう、こやつ組大好き、結婚して大好きです。私もお主のことが大好きです、ありがとう、うん、ありがとうございました。今日はいっぱいいっぱいの一日でびっくりです。でも本当に皆さんのおかげで幸せな一日です、これからもずっと、ありがとう。おやすみなさい。ギフト